はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、ペネシのピオタです。さあ今回もねリア充爆発やっていきたいと思います。今回はねラストまでやっていきたいと思います。前回はね遊園地デートのカップルを、なりすましによるね妨害策で別れさせました。ちょっとあれはひどいですね。ちょっとかわいそうということでね、早速その続きの方からね、やっていきましょう。もう完全にね、主人公くんの目がいっちゃってますけどね。にちゃんでさらされて、炎上して別れろ。そして、次の人と付き合った時も、そいつに見られて別れろ。わぁ。一度出回るとずっと残りますからね。ネットって怖いですね。ほうほうほう。ふう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 。飯うまじゃん。千人に言われるがままにリア充を爆発してきたけど、これでいいのだろうか。爆発させてなくないですか。もっとリアルにさ、魔法使いになったんだからさ、敵爆破みたいなさ、爆弾召喚の魔法みたいなのないの。誰かを不幸に蹴落としてまで。魔法使い殿、なんか呼び方変わってなくない。変わってん、魔法使い殿って毎回呼んでたっけ。はい、何ですか。あと4匹妖精を目覚めさせることができればお主の願いも叶うの。そうですね。リア充どもからするとわしらは悪者じゃ。え、はい、確かにそうです。じゃがお主はぼっちたちのヒーローでもあるんじゃよ。僕がヒーロー、洗脳ですかね。そうじゃ、ただぼっちというだけで行きたいとこにも行けず、肩身の狭い思いをしている者もたくさんおる。そんな者たちの魔法使い殿が救っておるのじゃ。やべえ、もうこの人は完全になんかちょっと疑い始めた主人公くんを強引に正義だ正義だって持っていこうとしてる。ぼっちにとってより良い世界を作っているヒーローなんじゃ。僕がヒーロー。さあ次の場所へ向かうぞ。やーべえ人だーこの人。うん、はい。あーあー、完璧に洗脳されちゃって。ねえナオタ、動物さんかわいいね。本当だね。うん、どうしたの。動物かわいいけどちょっとくちゃい。うん、やめろそのしょぼ文字。それは仕方ないよ。やだやだくちゃい。うん、もう仕方ないな。ちょっとこっち来いよ。わっ、殴りたいこの笑顔。ちょっと男の人、今僕の右手がね、グーの形を作ってるんですけども、それをあなたのね、脳天またはね、ほっぺたの方に振り下ろしてもいいですか。お前らもうくちゃいとか言ってる時点よりもさ、この笑顔になってる時点でさ、和じゃねえよっていう。こうすれば、俺の匂いしかしないだろ。トラ、襲え。いいよ、襲え。トラ、襲え。いい匂い。わあ。リア充たちはちと無神経だと思わないかと言いました。動物に失礼じゃ。こんな檻に入れられ見せ物にされ、さらにくちゃいだの。それにリア充がいたら落ち着いて動物も見れんわ。あんた焼肉とかそういう場所行けないくせにさ、動物園とか普通に行けるんか。そっか、行くぞ。爆破するんだ。動物のためにもぼっちのためにも世界平和のためにも。そうですね、みんなのために。なるほど、一人を爆破するのはみんなのために。わあ怖。行くぞ爆発しろ。動物園のリア充を爆破せよ。200って多くないですか。怖い。ということでね、頑張って貯めますよ。もう
し、爆破完了ですね。よかったよかった。ねえナオタン、動物さんかわいいね。本当だね。どうしたの？動物かわいいけどちょっとくちゃい。ほんと顔文字を日常会話で使うとな、なんかイラッとするんだよな。それは仕方ないよ。やだやだくちゃい。しょぼんぬ。もう仕方ないな、ちょっとこっち来いよ。わっ。こうすれば俺の匂いしかしないだろ。体臭臭かったらマジでやばいじゃんこれ。うん、いい匂い出てきましたよ。今は檻の中にいるが、本来は野生動物だということを忘れてはならん。おい、まさか。動物が本気を出したら人間なんて相手になりませんよね。さあ、その人間がもしかしたら軍人だったら相手になっちゃうかも。必殺野生の怒りゴリラ。うほっうほっ。クソハック。なるほど。これ動物園側が訴えられちゃうぞ。これ動物がちょっと汚物を投げてきたんですけど、これの慰謝料としていくら払ってくれるんですかみたいな、そんな感じで訴えちゃったらね、終わるぞこれ。動物園爆破完了。猫好きの妖精が目覚めた。人間は嫌いだが猫は大好き。猫からも好かれる。別によくねこれ。いいじゃん。ぼっちくんは駆け出し魔法使いに進化した。カップルを見かけると無意識に呪いをかける。もうなんかね、完全にアウトな人になってますよね。やべえよこれ。一番最初が一番マシだった気がしますけど。うわーやべえ人になる。うーわー臭そう。フォフォフォ、天罰じゃ。フォフォフォ、ざまーってやつですね。お、調子が出てきたようじゃな。はい、いろいろ迷いもありましたが、なんだか吹っ切れました。仙人、あなたのせいですよ。もう今までの辛い思い出が和らいできてすごく楽しいです。ぼっちくん戻ってきて、カムバック。それよりお主、あと3匹妖精を集めれば願い事だぞ。噛んだ。願い事はもう決めているのか？いえ、まだな、決めていません。うむ、まあゆっくり考えるとよい。お主の人生を変えるかもしれぬからな。あれなんじゃない？散々さ、やってこういう風にさ、別れさせておきながら、最終的にぼっちくん、なんかこれじゃないですか？お主の願いは何じゃ？みたいなこと言ってたって。僕は彼女が欲しいですみたいなこと言ってさ、なんか仙人ブチギレさせるみたいな。お主は敵じゃみたいな。なんかありそうだな流れ的に。はい。願い事か。何がいいんだろう。今の僕が欲しいもの。よし、次に行くぞ。はい。ステージ8、海。うわー、一番嫌いな人種だ、これ。なんだろうね。なんか、肌黒い、明るい肌黒い金髪って一番嫌だっていうね。まあ、性格にもよりますよ。でもなんでしょうね、このやつをやってたら、なんかあれでしょ、俺ってマジイケメン、うーわー、みんな俺に惚れとるわーみたいなね、そういうことをか、なんか平気で言えちゃう人ですよね。偏見ですいません。でも嫌いな人種です。はい。キャッ、水かかった。もうやったな。うわっ、やめろよ。バシャバシャと。キャーン、やめてよ、もう溺れちゃうよ。大丈夫大丈夫、人工呼吸してあげるから。
うむ、うむ、うむうむ、わかりました。人工呼吸してあげるの。そう、そこの男二人でやってろ。やだ。さあ、諸悪の根源のお出ましですぜ。あ、あれは別の次元の人種ですね。ですね。全くもって違う次元の生き物じゃな。このひどい、なんだろう、僕全然わかんないや。きっとあの男女どもは水着の下に見え隠れている裸体のことしか考えていない。いや、それは言い過ぎだと思うよ。仙人あんただろう、絶対。あれだろ、あんたが裸体のことしか考えてねえんだろ。ね、嘘はダメだよ。脳みそカスカスなやつらなんじゃ。言い過ぎ。仙人泣かないでください。日本の平和のためにも爆発すべき存在じゃ。あんたの市場で爆発してんですよね、絶対。そうですね。そうですね、じゃねえよ。よし、行くぞ。滅びろ、リア充ども。やーべえ、もう言葉が、言葉にトゲしかねえぞ。ぼっちくん、カムバック、マジでカムバック。海のリア充を爆破せよ。わあ、さっきまでのイケメンっぽい人がイケメンじゃなくなった。ということでね、300 100増えてんじゃねえかよ。結構長いんだぞこれ。ということでね、頑張って貯めますよ。さっきの200貯めるのも結構かかったんだぞ。頑張ります。よし、爆破完了ですね。長いわい。キャッ、水かかった。もうやったな。うわ、やめろよ。バシャバシャ。キャー、やめてよ、もう溺れちゃうよ。大丈夫大丈夫、人工呼吸してあげるから。男二人でどうぞ。やだ。うん、制裁は軽めにね。ヘラヘラしようって、自然を舐めているのではないかの。僕の魔力で自然の怖さを思い知らせてやります。お前もう魔力でって言ってる時点で完全に自分のさ、なんか隠された力俺杖状態に入ってるじゃないですか。危ねえぞ。必殺アンメアンメフレフレマーターフレ。あれ、雨降ってきたね。うわぁ、怖っ。ヤマンバじゃん。そっか。今更ですけどさ、なんでさ、女子ってメイクをするんですか？ちょっと怒られるんであんまり深くは言いませんけど、すっぴんでも可愛いとは思いますよ。普通に女子って。あとさ、男子二人のさ、あの茶髪の方さ、めちゃくちゃ慌ててんのにさ、金髪の方、ふっ、みたいな感じで、なんか、何その澄ました顔、若干。イラっとくんだけど。普通の反応って茶髪の子の方でしょ。あ、なになに？あれ？どうしたの？海、爆破完了。色白の妖精が目覚めた。日が出ている時間は外に出ない。かなりのインドア派。僕もなんか基本的に日出てる時間、確かにな、日が落ち始めた時に動くこと結構多いですね、僕も。ぼっちくんはそこそこ魔法使いに進化した。理想の女性を作り出す魔法の研究に余念がない。やべえ、もう顔に影がかかってきた。あれじゃん。僕の魔法で理想の女性をみたいな、もう完全に頭いっちゃってる人みたいになってますけど、だんだんクマがさ濃くなってんのやめて、怖いんだけど。え、だってあとさ、あと2ステージあるんでしょ。2ステージある中でもうすでになんか闇落ちみたいな顔してますけど大丈夫？天候まで操作できるとは、お主確実に魔力が上がってきたな。ふふふ、そうですか。あのギャルたちのすごい顔、
いい気味です。フォフォフォ。しかし女は怖いの。化粧一つで偽ることができるからの。でも偽るって言ったってね。ねえ、そんな大きく超変わりはしないでしょうと僕は思います。まあなんか芸能人のところでもさ、なんか似せてるメイクはあるけど、あれは厚塗りじゃん。あの厚塗りのやつを日常生活でやるかって言われたらやってるんですか。ちょっとわかんないですけど、化粧なんて一切してないんで。化粧どころか寝癖も整えない人間なんでね。女の人が信じられなくなってきました。だから理想の女性を作り出そうと魔法を。よし、そろそろ良さそうじゃな。え、何がですか。お主も立派な魔法使いに成長した。これを授けよう。何それ、ずっと思ってたけどさ、何なのその、あの魔法の玉みたいな。これはそうじゃ、魔法の水晶じゃ。水晶？え、つまりガラス玉？え、仙人すごい、意外と筋力あったんですね。え、ガラス玉ってかなりの重さですよね。かなりの重さのガラス玉をずっと、上向きにして手で片手でずっと支え続けてたってこと？やば。仙人仙人、でもあなたはもう一個ガラス玉持ってますよね、頭のてっぺんに。そろそろお主の力でもこの水晶を扱えるはずじゃ。これでお主も一人前の魔法使いじゃよ。やべえ、今ちょっと軽くさ、やばい予感を横切ったんだけど、え、まさかさ、今ここで水晶預けんじゃん。で、水晶預けたらこの人も最終的になんか仙人みたいな感じに、なんか仙人またはなんかそれに似たような、なんか完全に女なんて、男と一緒にいる女なんて爆発させればいいんじゃみたいな、信じられるのは二次元だけじゃみたいな、そんな状態になるんじゃ。もうわしの手助けもいらなそうじゃしの。あ、いなくなる感じ。僕が一人前の魔法使い。いや、そこそこのって書いてあったじゃん、ステータスに。何をやってもダメだった僕が。フォフォフォ。さあ次の場所へ行くぞ。はい、ありがとうございます。まさかこの水晶が後の僕の人生を大きく変えることになるとは。やべえ、さっきの言ったことあれなんじゃない。この水晶になんか魔力がこもってて、この闇落ちした魔法使いのウォッチ君のところに力授けて、世の中のリア充なんて全員滅びればいいんだみたいな感じでさ、なんかそんな感じになっちゃうんじゃない。もうなんかなんでしょう、世の中の女性なんてみたいな、信じられるのは二次元じゃみたいな。この時はまだ思いもしなかった。怖っ。ステージ9バー。今日は加藤さんとお酒が飲めてとても嬉しいです。私もすごく嬉しいです。今日は来てくれてありがとうございます。はい、私もお誘い嬉しかったです。はい、手をつないでもいいですか。え、ここでダメと言えばこの後不幸なことは起こらない。もちろんです。言っちゃった。いやー、出てきたよ、諸悪の根源お二人さん。おしゃれなバーですね。僕には一生縁がなさそうです。バーごと破壊するなよ。まあこれもアピールじゃな。俺はこんなおしゃれな店も知っているんだぞというアピールをして、あの女を落とそうとしているところじゃ。しかし女の方も一筋縄ではいかないぞ。あの女はおそらく、何これ、タクラン女子、読めないな。タクラン女子、何それ、何ですかそれ。最近は多いらしいぞ。別の男性との子供、あなたの子供だと言って育てるさせるそうな。怖っ。え、あれでしょ、
なんか、つまりこの女性は浮気？浮気？あの女が今考えてることはな、こいつなんてちょろいちょろい、私が二股しているなんて思ってもいないだろうな、わらわらくそ入るわみたいな、おとなしすぎて恋愛対象にはならないけどお金と地位があるからね、キラーみたいなね、そんな感じでしょう。このままこいつと結婚して玉の輿になっちゃおうと。でも子供はあの人の子供が欲しい、絶対諦めないわと本命相手の子を産みつつ玉の輿にも乗ろうとしている最悪な女じゃ。これは二人のこの男性二人を引き合わせて、おい俺の相手何をしている、お前こそ誰だみたいな、そんな感じのね修羅場をも作るのが一番だと思います。それが女性にとっても一番いいです。そして女性は二度とやらないように痛みつけましょう。本当にそうなんですか、なんか仙人の主観が入りすぎてるような。あ違うの、なんか予知みたいなので分かったんじゃないの。え、予測で言ったのあなた、それはひどいよ。ほほほ、まあいいです、爆破しましょう。よくねえよよくねえよ、何まあいいですって、まあよくねえよ。リア充め根こそぎ全滅させてやる、バーのリア充を爆破せよ。そっか400 長いんだよ、爆破に1時間以上、さっきの300のやつもかかってんだよ、長い。まあいいや、とりあえずね。うわぁ、セリフがもうなんか、やばいじゃん。金と地位ゲットとかさ。もう完全にアウトじゃん。ちょろいちょろい。うわ。とりあえずね、400。まあ、1時間ちょいかかりますけど、頑張って爆破しますよ。ね、ごめんなさいね。ということで、頑張ります。よし、爆破完了です。今日は加藤さんとお酒が飲めてとても嬉しいです。私もすごく嬉しいです。今日は来てくれてありがとうございます。はい、私もお誘い嬉しかったです。あの、はい、手をつないでもいいですか。もちろんいいですよ。わーっていうねキモいわ。どっちも腹の探り合いじゃの。本性を出してあげればいいんですね。必殺、お酒は飲んでも飲まれるな。うん、怖いぞこれは。いやーマスター聞いてよ。破壊光線破壊光線だし縦にしてるしなんでわざわざ席から降りてやったし、気持ち悪い。バー爆破完了。引きこもりの妖精が目覚めた。部屋から出てこない。その姿を見た者はほとんどいない。ある意味幻。ぼっち君はベテランの魔法使いに進化した。なんか黒いオーラが魔法極めし者、女性は邪魔者でしかない。やっぱり僕と同じ感じの方向になりましたよね。このように女性がいなければリア充なんて生まれることはないみたいな、そんな感じでしょう。さて、完全に闇のオーラを、やったー、フォフォフォ、あの男の人女性を盾にするなんてなかなかのクズでしたね。ゲロまみれの女なんてまっぴらごめんじゃな。いや、あんたがまみれさせたんだろう、どちらかといえばっていうね。もうムードぶち壊しですね。つうか本音ぶちまけてないじゃん。ぶち壊しじゃな。しかしここまで長かったの。お主の頑張りによりたくさんのリア充を爆破できた。これで妖精はあと一匹じゃ。さあ行くぞ。はい、行きましょう。ステージ10、花火大会。わー、これは
どこもかしこもリア充だ。見てみ、後ろの背景もリア充だらけだ。花火綺麗だね。花火も綺麗だけどさ、まさか定番のセリフを言っちゃうか。だけど、さやかが一番綺麗だよ。え、いや本当絵ですよ。あのさ、俺たち付き合わない？あれ、付き合ってなかったの？あのあなたたち嫌だった？うん、私もゆうくんのことが好きだったから、嬉しくて嬉しくて。泣くなよ。だって嬉しいんだもん。泣き虫なところも可愛いよ。まあやだ、恥ずかしい。さやか、うん、来年も一緒に来ような。うん、なんだろうね、このところどころさ、文頭なのに小文字にするところがなんかブチッときますけど。ありがとう。さあ、黒いオーラをまとった魔法使いと、もう完全に悟りを開いた、一本ハゲのね、仙人が出てまいりました。リア充、リア充が、花火大会はリア充の祭典じゃ。魔法使い殿はリア充ども一気に見すぎたようじゃな。こうなればもちろんやることは一つじゃろ。みんな爆破してやる。リア充爆発しろ。てかもう花火落とせばリア充爆発しますよ。こう打ち上がってる花火が、やばい、筒が倒れて横に、お客様危ないです、逃げてください、うわーみたいなね、リアル爆破みたいな。花火大会のリア充を爆破せよ。500。お、仙人が出てきた。そろそろこのアプリも終わりに近づいとるの。メタ発言やめてください。アプリとか言っちゃダメだよ、あんたが。ここで少しアプリのランキングについて教えておこうかの。はい、何ですか？ストアのランキングはダウンロード数で決まるんじゃが、アプリを消してしまうとまた下がってしまうんじゃ。だからこのアプリをクリアしたからといって消したりしないでほしいの。ごめんなさい。スマホの隅に置いてくれればそれでいいからの。アップデートもあるかもしれんしな。はい、この実況が終わったらこちらのアプリは消去させていただきます。アンインストールですね、すいません。さすがにね、携帯の容量がピンチです。スマホの隅に置くぐらいだったら消します。ということでね、頑張って500貯めますよ。2時間くらいかかりそう。ということで頑張って貯めます。よし、爆破完了ですね。もはや爆破じゃなかったですけどね、異次元空間飛ばしてましたけど。花火綺麗だね。花火も綺麗だけど、だけどさやかが一番綺麗だよ。え、あのさ、俺たち付き合わない？嫌だった？うん、私もゆうくんのこと好きだったから、嬉しくて嬉しくて。泣くなよ。だって嬉しいんだもん。あははは、泣き虫なところも可愛いよ。まあやだ、恥ずかしい。さやか、うん、来年も一緒に来ような。うん、ありがとう。さあ参りましたよ、諸悪の根源二人とも。家でやれですよね、本当に。もうまあ花火大会の光景なのはいいですけど、何ですかこのリア充率。今じゃ魔力を解き放って、いくぞー、必殺リア充爆発しろ。タイトル回収。マジか、ここで。しかも何も起こらない、何のセリフの前置きもない。言います。うわ、マジで。僕が最初にやる前との結果と一緒で
一緒じゃないですか。マジで花火落としましたか。やば。いやもう、うぎゃーで済むのがおかしいですからね。普通、うわっでピクピクしてもう動けねえみたいな、こんなところで死んでたまるか、ククみたいな、そんな感じのレベルの爆発ですよ、これ。てかもう、起こしちゃダメじゃん。花火大会爆破完了。神社の妖精が目覚めた。人と目を合わせられない。人髪を見ると発狂する。うん。なんだろう、どっかのジブリに出てきた気がするな。どこのジブリか言いませんけど。ぼっちくんは賢者に進化した。ついに悟りを開いた。女性は存在すら感知しない。わあ。やべえ人になった。やべえ人になったぞ。あれじゃん、玄関先によくさ、ピンポーンって鳴らして、もしもし、なんか、どちら様ですかって言ったら、あの、何々宗教のものですけど、みたいな感じの人じゃないですか。やばいじゃん。うわぁ、すごい笑顔。あれだけの大爆発を起こせるとは、もしかしたら、わしの魔力を超えたかもしれんの。いやいや、これも、仙人のおかげです。ふむ、これまでたくさんのリア充を爆破してきたが、これでついに目覚めた妖精が10匹となったな。はい。あとは大妖精を召喚するだけじゃ。大妖精？東方？さすがないよね。ここまでよく頑張った。好きな願いを叶えるといいぞ。ありがとうございます。本当に感謝します。僕の願い、それは、大妖精を召喚せよ。びっくりした。音よ。マジでびっくりしたんだけど。今まで集めた、10匹の妖精ですね。明らかに何人か、もう見た目が人じゃないやつがいるんですけどね。召喚していきましょう。真ん中の召喚するボタンを押せばいいのかな。キモい。私は大妖精、すべてを司る者、私を召喚し者よ、願いを一つ叶えましょう。さあ願いを言うのです。おお、まさかの分岐？マジで？マジで言ってる？マジかよ。彼女、仕事、友達。なるほどね。でも、ぼっちくんって仕事してなかったの？もともと。引きこもりのニートだった？どうしよう、これ。3パターン、いずれ見ますけども、とりあえず最初はあれにしてみましょうか。一番無難そうな友達にしてみましょう。友達、仕事、彼女の順で見てみましょうか。よし、じゃあ行きます。友達。友達が欲しいのですね。これに願っちゃダメだと思いますけどね。親友とかってこういうもんで作るもんじゃないと思うんですよ。気が合う合わないってあるじゃないですか。なんでね、自分から話しかけて作るのがっていうのだと思うんですけど、まあね、コミュ障、引きこもりとかいろいろね。うん、とりあえずツッコミはなしでいきましょう。それでは行きなさい。どこに行くんですか。え、戻った。悟り開いて願い事なくなった方から普通の人に戻った。友達が欲しいです。なんだ、お主のことだから彼女が欲しいとかぬかすと思っておったわい。恋愛は一瞬、友情は一生です。でも一瞬で作った友情って一瞬で崩壊しないですか。怖いんだけど。いきなりさ、おいらお前の友達なんだ、なあなあ、これからゲーセン行こうぜとか言われたってさ、何言ってんのこいつになりますよね。
僕今まで友達らしい友達がいなかったから30年間何してたんですか。これからは友達を作って充実した人生にしていきたいです。そもそも仙人と友達になればよくね。めちゃくちゃ気合いそうだけど。ほっほっほ、そうか、頑張って幸せな人生にするのじゃぞ。今までありがとうございました。さらばじゃ。消えた。こうして仙人は僕の前から姿を消した。それからのこと。わ、わ。なんだろう、コピペの人みたいのが二人ほど右に見えるけど。僕はインターネットを通じ、趣味の合う友達を作ることができた。ああ、なるほどね。ネットを通じます。まあ、インターネットもね、通じますよ。通じてね、趣味の合う人なんていっぱいいると思いますよ。僕もまあ少なからずね、実況者の知り合いもできて嬉しいですし。はい、まあそういう話は置いときましょう。休日の旅に集まり、アニメ鑑賞会などをした。マジでみんな近かったの？それすごいじゃん。今までぼっちだった僕には経験したことのない、とても充実した毎日だ。これがリア充ってやつか。元の意味ってリアルが充実してるってことなんでね。なんか最近リア充ってあれですよね。もうなんか完全に彼女がいるっていう、彼女がいるとよし爆破しようみたいなね、そんな感じのノリになっちゃってますけど、本来リアルが充実してるっていう意味ですからね。友達がいればもう何もいらないや。その後、友達の一人に彼女ができた。あまりこっちに顔を出さなくなった。まあ仕方ないさ、応援するのも友情だ。小さいことで友達と喧嘩した。それからその友達は連絡が取れなくなった。まさか。え？ちょっと大人げなかったな。次連絡取れたら謝ろう。友達が仕事で忙しくなった。出世して管理職になったらしく、遊ぶ余裕もないらしい。あいつって根は不真面目だからな。ん？不真面目じゃないや。不真面目で合ってんのかこれ。仕事大丈夫かな。友達が結婚した。子供も生まれて家族のことで頭いっぱい。友達と遊んでいる時間なんてないらしい。マジで？バッドエンドじゃん。みんないなくなっちゃった。なんで？なんで？そして時は過ぎていった。うわ、まさか。うわマジで？つまりあの仙人もどっかのぼっちくんが仙人化した姿だってこと？あれから友達も彼女もできず、ずっと一人で生きてきた。町はすっかり元通り、またリア充だらけになってしまった。誰かこの目障りなリア充どもを爆破してくれぬかの。ゴロン。この音はまさか仙人が最初の方から持ってたあの石の玉水晶玉。あ、受け継がれてましたよね、途中まで。なんかお主に授けようって言って水晶玉もらいましたよね。ん？この水晶はあの時の懐かしいの。マジか、ここに来んの？ここに戻ってくるの？あ、そうか。どこかに魔法使いの素質のあるぼっちは。よし、あいつじゃ。ハロー魔法使い殿。マジで？無限ループって怖くね？嘘だろ？マジで？ここに戻るの？なんですかあなたは。おほほ、そんなことはどうでもいい。
さあリア充を爆発してくるのじゃ。へ、いや、へ、なんじゃ、今お主がリア充爆発しろと言ったではないか。無理です、そんなこと急に言われても。いいからこの魔法の水晶を覗くのじゃ。え、さっきと一番最初のステージと一緒？高野くん、さっき教科書見せてくれてありがとうね。それだけ、じゃあね。ドン。あ、同じですね。お前さ、俺のこと好きだろ？あの、答えるまで返さないから。はい、好きです。無限ループって怖くね？学校にいるリア充じゃよ。これが噂の壁ドンじゃな。イラッとくるじゃろ。はあ。さあ、あのリア充を爆発してくるぞ。え？いいから来るのじゃ。はよ。うわあ、引っ張らないでください。ということでね。なんか、無限ループに入ってますね、これ。これはね、無限ループに入っちゃったんで、さすがにね、これ以上続けるわけにもいかないんで、あの分岐点のところまで、また無言で進めます。分岐点のとこまで。で、分岐点のところで、今回、次、仕事を選んで、最後に彼女を選んで、その顛末をまた見届けたいと思います。まさかね、では、まさか、ぼっちくんがね、仙人と、仙人に似た存在になるとは、最初、結構言った通り、大体予想はしてたんですよ。仙人と似たような感じにはなるなって思ってましたけど、さすがに、仙人になって、ここに繋がるとはね、予想してなかったですね。ということでね、しばらく、ステージ10までね、また続けていきます。はい、ということでね、またここまで戻ってまいりました。大妖精を召喚いたします。私は大妖精、すべてを司る者、私を召喚し者よ。願いを一つ叶えましょう。さあ、願いを言うのです。ということでですね、次は仕事を選びます。最後はね、なんか一番バッドエンドそうな彼女をね、残しますよ。真ん中の仕事です。仕事が欲しいのですね。それでは行きなさい。でもブラック企業だったら終わりません？これ。仕事が欲しいです。なんじゃお主、仕事がしたかったのか？はい、もう社会の荷物は嫌なんです。それに職場で何か出会いがあるかもしれませんしね。そうか。まあ、社畜にならぬよう頑張るんじゃぞ。フラグが立ちました。はい、今までありがとうございました。こうして、仙人は僕の前から姿を消した。そして、それから数週間後。お。僕は就職した。契約社員としてだけど、パソコンがある程度使えるので、働かせてもらうことになったのだ。確かにパソコンめちゃくちゃ使ってましたよね。SNS のやつでなりすましになってるところで、めちゃくちゃ使ってましたよね。悪な方に。給料も安いし、残業も多いけど、やりがいのある仕事。めっちゃブラックだあれでしょ？給料安くて残業多いし、残業代ゼロみたいな、そんな可能性ありますよね。相変わらず彼女はいないし、友達もいないけど、自分でお金を稼ぐということがこんなに楽しいものだとは思わなかった。ものの漢字誤変換してません？そこ漢字に変換するところじゃないと思いますけど、これ人になってますよ。楽しいものってなんかこいつ楽しいわっていう方のものになってますよ。誤変換ですね。ミスをして怒られたり辛いことも多いけど、今毎日が充実している。うわー部屋てか思うんですけど、カップラーメンのやつ
なんかさ、部屋汚い人の典型的な例みたいな感じで、カップラーメンの中に割り箸刺さってる光景ありますけどさ、それって汁捨てない？はあ、今日も疲れたな。ご飯を食べてアニメを見て、明日のために早く寝よう。明日も頑張るぞ。ふけた。部屋は変わってない。すごい、ある意味すごい。ふう、今日も疲れたな。ご飯を食べてアニメを見て、早く体を休めよう。言ってるセリフも一緒だ。明日も頑張るか。おお、疲れた。ご飯食べるか。アニメはいいか。もう疲れたから早く寝たい。あれ、デジャブ。顔、なんで髪の毛が必ずさ、てっぺんに一本残るの？毎日アパートと会社の往復を繰り返すだけ。気がつけばもうこんな歳になってしまう。友達も彼女もいない。わあ、ずっとわしは一人のまま。このルートもこっちに棄却しますか。こんな人生になるなんて。ああ、うわあ、街はすっかり元通り。またリア充だらけになってしまった。人生楽しそうなリア充が憎い。あんたも一応途中までね、仕事が楽しいって言ってたんだよ。誰かこの目障りなリア充どもを爆破してくれぬか。コロン。ん？この水晶はあの時の。懐かしいの。ああ、そうか。どこかに魔法使いの素質のあるボッチは。よし、あいつじゃ。こういう感じで、戻ってくるわけですか。なるほどね。仕事を選んでも、いずれはね、こんな感じに戻ってくるってことですか。なるほど、なるほど。よーくわかりました。無限ループって、怖くね。もう、このためにさ、3時間以上頑張ったの。ちょっと一周目より楽になってましたけどね。なんか当たり判定みたいなのが大きくなってたんですよ。絵が雑になってて。その絵はですね、やった人のみという感じでね。ただ見せるのがめんどくさいんでっていう理由を、あえて伏せまして。そういうことがあったんでね、とりあえず、ちょっとだけ進めるのは楽になってますけど、それでもね、3時間くらいかかってますからね。それを5分くらいのためにね、やってますから。あと一周回ってですね。一番バッドエンドだと思う彼女ルート行ってみたいと思います。では頑張ってまた回ります。はい、再びね、大妖精召喚までやってまいりました。さあ、一番のね、バッドエンドと思われるものを最後にやりますよ。私は大妖精、すべてを司るもの。私を召喚し者よ。願いを一つ叶えましょう。さあ、願いを言うのです。僕はね、彼女が欲しいんです。一番怖いですよ、この選択肢。彼女が欲しいのですね。それでは行きなさい。彼女が欲しいです。僕は大妖精にそう言った。仙人はいつの間にかいなくなっていた。そしてそれから数週間後、僕は近所のコンビニのバイトの女の子と友達になった。お前、友達が欲しいって言わなくたって友達になれてんじゃねえか。しかもこっちの方がいいんじゃね。いいも悪いもないか、友達に。失礼いたしました。しかもなんかこぼしてますよね。おでんか、これ。コンビニのレジでおでんをぶちまけてしまったが、それがきっかけで仲良くなることができたのだ。そっか、別にいいことでもなんでもないや。
そしてなんと今日はその子とデート。お前友達じゃねえじゃん、彼女じゃねえかよ。僕は今日のデートで告白しようと心に決めていた。おお、まあ可愛い。今日は僕なんかと遊んでくれてありがとう。いえ、こちらこそ。バチさんと一緒にいると楽しいです。よかったら僕と付き合ってくれませんか？もちろんですよ。こちらこそよろしくお願いします。やった、ついに僕に彼女ができた。これで僕もリア充の仲間入りだ。ん？あれはまさか。うわデジャーブ、デジャーブ。あの時の僕に似ている。そうなんだ、水晶玉複数個あったんだ。そう、仙人。やれ、あいつを爆破しろ。はい、必殺リア充爆発しろ。いや、でもそのリア充爆発しろの必殺技って花火落として爆発させるやつじゃ。うわぁ、どれだけ気を失っていたんだろう。気がついた時にはもう彼女の姿はなかった。それ彼女花火のやつで巻き込まれてお亡くなりになったのでは。僕はまた一人ぼっちになってしまった。そして時は過ぎていった。おう。そしてこうなってこうなったと。はあ、結局3パターンどれも無限ループなんですね。うん、幸福な最後なんて訪れなかったんですね。あれから彼女もできず、ずっと一人で生きてきた。街はすっかり元通り。またリア充だらけになってしまった。誰かこの目覚まりリア充ども爆破してくれるかな。ころん。ん？この水晶はあの時の懐かしいな。ああ、そうか。どこかに魔法使いの素質のあるボッチは。よし、あいつじゃ。ハロー、魔法使いだな。こうして無限ループが始まりました。ということでね、今回はね、結構僕の収録時間自体はかなり長いですけれども、多分ね、あの動画にしたら30分ちょいだと思われます。はい、実際はね、はい、とりあえずね、単身が1周以上してますけども、まあそこはほっときましょう。まあとりあえずね、今回でこのリア充爆発のね、実況を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ですね、こういうようなものをね、なんか勧められて最後が気になったからやってたんですけれども、あれですね、リア充を別れさせたからリア充になった時に別れさせられた。巡り巡って自分のことになるんですね、こういうのは。なんか人間って恐ろしいなって思いました。無限ループも恐ろしいですけどね、もうちょいさ、簡単にクリアできるようにしてください。まあやりがいはありましたけども、ちょっとね、ぼっちくんの幸せなルートが欲しかったなと僕は思います。ではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。他のね、実況動画もよければ見てください。バカゲーもね、今後ともやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではここで実況終了いたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。